はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回はミッドウィークですね、 J2 のプレビューになりますね。長崎対、甲府、そして愛媛福岡、そして北九州対山形のゲームの、プレビューのやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、声が戻ってきましたね。1日前は結構な、ね、声のひどさでしたけども、だいぶ戻ってきました。はい、ありがとうございます。ということでございまして、まだまだ偏頭痛の方はですね継続しておるんですけども、頑張ってやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、今回長崎今回結構そう、長崎甲府が3位と4位の、試合なんですよね。でここどうなるか、そしてですね、もう一個北九州山形も5位と6位のゲームということでございまして、順位上は近いゲームの、対戦があるんですけども、1個愛媛福岡はですね、順位的には相当、離れています。愛媛21位福岡2位のチームなんですけども、さあここね、逆に愛媛の方はね前回大敗してますので、さあそこどう修正してきてくれるかということでございまして、あんまり喋りすぎて本編で話すことなくなるので、ここで一旦オープニング行きましょうかね。オープニングです。ということで最初はですね、こちらですね、長崎甲府ですね。長崎現在3位勝ち点76、甲府そして4位勝ち点64ということでございまして、なんかちょっと言葉の僕のあれですね、滑らかさが全く今日はないですけどもね、そこはちょっと申し訳ないんですけども、現在長崎3位でございますね。もうずっと3位と言ってますけども、本当言うわけもうこれ以上で、ね、もう言うことはありません。もう本当あと上を目指すだけです。もう下との差とかも本当関係ありません。だってこの1個下はこの4位の甲府だものということでございましてです。本当ね、1位2位3位はそんなに力の差も順位的にも、順位で勝ち点的にも離れてはいないんですけども、今シーズンここまで来て残り2試合で見たときに、この3位4位の差っていうのは結構大きい。そして4位以下の長崎との差も結構大きい。そう考えると、どれだけ長崎がこれまで頑張ってきたか、本当に強い1年間見せてくれたかということでございますけど、この試合見どころこちらですね。長崎でございますけども、今回ここに来て調子の良い男ということで言ってますけども、誰だっていうことでございますけども、そう、富樫ですね。本当最近富樫、非常にいいです。ゴールも、決めておりますし、前回ゴールはなかったんですけども、その前の試合でゴールを、決めております。でそれ以上にやっぱりね、体が強くなったっていう感じですね。もともと体の強さ、ポストプレーとか、そういうところ非常に、定評のあった、選手でございますけども、最近は本当にもう危機迫る、本当に絶対ボールを相手に取らせないっていう、それぐらいの本当中盤での、一列引いてきて、本当トップ下のような、位置まで降りてきて、でボールキープする、これがなかなか、富樫選手、できていませんでした。この秋口まではちょっとできていなかった。夏場ぐらいはね、本当調子のいい時、夏場調子のいい時は、一列降りてで体を張るっていうのが、できていたんですけども、やっぱり得点への焦りっていうのが、あったんでしょうね。秋葉以降はですね。で最近の試合、本当中盤で体張って、でこの富樫がしっかりためを作るから、木田がね、サイドの、木田選手が高い位置を取ったりっていうのが本当できますので、やっぱりこの富樫の、キープ力非常に注目でございます。もちろんこの試合ね、ゴールも期待したいと思いますね。で買い寄せざるを頼むかということでございまして、前回のレビュー動画でも、言いましたけれども、累積ね、ちょっと怖いんですよね。本当ここで累積溜まりすぎるというか、もう次2試合出場停止、次がね、残り2試合なので、カードもらったら最終戦出れないということでございまして、そう考えるとね、買い寄せざる頼むからカードはもらわないでくれということでございまして、それはないのかなと思うんですけども、スタメン落ちっていうのは僕はないと思いますけども、スタメン落ち、ここで、スタメン落ち、海洋制度スタメン落ちになった場合は、本当ね、中盤誰がやるのかって、加藤選手素晴らしい選手がいますけども、ただやっぱり今海洋制度ある、ちょっと替えの利かない選手になってきています。そういうことを考えると、本当累積怖いですね。警告怖いんですけども、しっかりこうね、出場してカードをもらわない程度に、最終戦出れるように、してほしいと思いますね。だからね、リード早いとこね、本当長崎のプランとしては早いとこリードをして、累積がね溜まってる選手は最終戦出れるように早めに交代っていうのをしたいですね。それはちょっと難しいかもしれませんけど、とにかく前半差をつけたいとこですね。で3番目、まだ足りない県民の盛り上がりということでございまして、まだ足りてません。本当ね、前回 J1 に上がった時っていうのは、本当ね、ものすごく県民がっていうかね、本当長崎県民盛り上がっていました。ニュースもね、ものすごく速報で伝えてくれたりとかしていました。で確かに今ね、僕は今長崎に住んでいるんで、特に分かるんですけど、まだまだもっとこうね、県民残り2試合になりましたけどね、本当ラスト1週間盛り上げて、この1週間ビファーレを盛り上げてほしいなと思います。本当ね、前回の昇格の時って本当ムードが最高潮っていうかね、
ありましたね。本当それとその時に比べるとまだ熱が足りない。まあここで本当1週間ね、もう僕なんかが言ってもしょうがないんですけども、本当ね、盛り上げていただけたら、そしたら本当ねこれが長崎ねホーム2試合残り続くので、本当そこがねダイレクトに選手に伝わると思いますので、まあ他のメディアの皆さんもうちょっと盛り上げてくれということでございまして、まあもう十分応援はしてくださっているんですけども、本当県民みんなで応援したいと思います。はい、ということで以上、長崎でした。次ですね、愛媛福岡ということでございまして、愛媛現在21位でございますね。で勝ち点34、福岡2位、勝ち点78ということでございまして、ここの差は結構、離れていますね。ここはまあ離れてはまあいるんですけども、まあ、ちょっと一個気になるのが愛媛ですね。まあ、これは次に説明しましょうかね。まず見どころとしてはハマルクハイプレスということでございまして、まあ、前節は本当前線の選手、まあ本当すごい鬼のようなプレスをかけてくれました。本当ね前線サイドハーフ、ツートップ、本当ねいろんなところに顔出して、まあ、本当ポジション逸脱してでも高い位置でボール奪うっていうのが、目に見えて本当分かりました。そこをねもう一回やれることができればね、ここをねしっかり、あの京都相手にあのハイプレスが通じましたので、でまだまだねこうまだなんか福岡のハイプレスって、まあやってはいたんですけども、前回のハイプレスっていうのはなかなかまあ見たことがなかったので、まだまだこの愛媛がどれだけ研究できているかっていうのは難しいところに来て、ここに来て本当ね長谷部監督新たなまあ戦術のカードを切ってきたなと、まあ分かりやすいって分かりやすいんですけど、高い位置ではめるって分かりやすくはあるんですけども、まあそれにしてもね本当ね素晴らしいプレスをかけていたので、まあ今回もこれがハマるかということでございますね。で誰がスタメンかということでございまして、まあね水戸行くなので、次日曜日ね、まっすぐ日曜日に最後あるんですよね。まあこれ長崎もそうなんですけども、割と長崎は結構メンバー入れ替えながらやっているんで、疲労のとこっていうのはまあどうなのかなって、まあ他のチームよりはね軽減できているのかと思うんですけど、福岡の場合はまあ2トップの入れ替わりとかまあ、あるんですけども、ただ前選手がずっと出っ放しであったりとか、まあ前節は田辺選手が出たりとか、まあポジションちょっと何人か入れ替えたりはしたんですけども、さあここをねまあどういう風に、スタメン考えてくるかですね。まあ、特に福岡の場合はまあ愛媛からといっても、もう一応ね移動が1日入りますので、この移動への負担ということも考えると、まあ、どの選手を愛媛に連れていくかというのは注目でございますね。でここですね、愛媛は前節の大敗どうぶつけるかということでございまして、まあね、前節、ね、琉球に 6-0 で敗れているんですね、愛媛ね。この大敗の後で、まあ、愛媛の場合はちょっと監督人事の問題とか、まあ、今ちょっと分かりません、なんとも今後どうなるかまあ分かりませんけども、んただね誰が就任するかというところにまあなってはくると思うんですけども、ただね難しくなるかなと、6対0で敗れて、で監督もおそらく交代するであろうっていう状況で、じゃあこのね選手たち誰を使っていくのかで、起用された選手のモチベーションはっていうことになりますので、そういうことを考えると、まあ愛媛ね非常に厳しいというか、まあモチベーション的にも厳しいんですけれども、ただこれ前回大敗したからこそね、今度はしかも無得点で終わっていますので、今度こそは絶対点を取るっていう、まあ前がかりなしで、本当愛媛は失うものがありませんので、前がかり前がかりに来る可能性がありますので、そういうことで言うと福岡守備陣がどう対応するかね、前節が前回の愛媛戦は福岡は相当苦労しておりますので、まあここでねしっかり勝って本当最終戦臨まないといけないんですけれども、ただ逆に本当ねさっきも言いましたけど、愛媛が前回琉球戦で大敗しているだけに、まあ修正をどうかけてくるか、それによってちょっと福岡も苦労するかなと思いますので、福岡はねここを本当最後ね勝って、日曜日のゲーム迎えてほしいと思いますね。で個人的にはやっぱりね、まあグティエレス、ドスグラスグロリー、どっちが出るかまあ分かりませんけども、ただどっちが出てもやっぱりねこうねなかなか上島との相性も非常にどっちだともいいんですよね。でやっぱりおのおのねいいとこってあります。やっぱりグティエレス選手のいいとこっていうのはやっぱりねこう冷静さが僕はあるから、やっぱドーグラスグロリーってしたら結構ガンガンまあ相手にぶつかっていくで結構スペースが空いたりするんですよね。で結構ドーグラスグロリーの場合は結構本当ね、そういうとこうまいんですね。ガツガツいって削るのは非常にうまいんですけども、そこかわされた時にちょっと裏のスペースが気になるなっていうとこもあるんですけども、グティエレス選手の場合はそこ結構まあ冷静で判断力だからいいんでしょうね。まあどっちかというとセーフティー気味な、守備的なディフェンダー、まあ、守備的なディフェンダーっていうか、まあね、ディフェンダーではそもそも守備的なポジションの選手なんですけれども、まあ、ドーグラス・グローリーが攻撃的なディフェンダーであるならば、まあ、あのグティエレ選手は守備的な、選手かと、まあ、冷静さを持った選手かと思います。そこがね、まあ、どっちが出るかちょっとまあ気にはなるんですけれども、ただ前回は、まあグティエレスが出ているので今回はドーグラス・グローリーかなって感じも、まあ、しますけれども、そこをやっぱり、ね、注目して、誰がスタメンか見てみたいと思います。はい、まあ、どうで今回福岡でした、ね、次、北九州行きましょうかね。で北九州山形ですけども、北九州5位ですね、勝ち点62で、山形は6位勝ち点59ということがございまして、まあ、前回と同じような話になるんですけども、ここで敗れるとまた順位が落ちてしまうということなんですね。まあ本当今年の北九州、まあ、確かにこの試合ね、北九州が勝って長崎が甲府に勝って甲府が負けると、北九州4位に上がることが
できるわけでございますね。4位に上がる可能性があるゲームでございますし、逆に言うと山形に敗れると順位が落ちる可能性というか、まあ、落ちるでしょうね、得失点差的に、まあ、落ちるので、まあ、本当、ね、ポイント勝つか負けるかによって、まあ、ベスト4っていうか、まあね、ベスト5を死守できるか、それともこのベスト5から、まあ、落ちてしまうか、ここ結構重要なゲームに、まあ、なるかと思いますね。で、まあ、見どころとしましては本当にまた僕は順位変動の可能性があるゲームでございますので、まあ、北九州のモチベーションとして一番そこになってくるかと思いますね。で、まあ、ホーム最終戦ということでございまして、本当では今シーズンいろいろありましたね。実際の町のいろんな選手が出てきたシーズンでございまして、途中加入の針谷選手も活躍しました。村松、福森、いろんな選手本当北九州出てきました。ただ失速っていうのがどうしてもやっぱりありました。で、その失速っていうのはやっぱり来季以降、課題として残るんですけど、何にせよ、ね、何にせよ間違いなく今年の J2 を盛り上げてくれた、一つのチームの、ね、北九州でございますので、本当最後ね、ホーム最終戦、多分いろんなサポーター、ね、見に来てくれると思います。本当いろんな思いを持って多分来てくれると思います。本当今年北九州盛り上げてくれましたし、おそらくね、僕は北九州には今、まあ、今は住んではいないんですけども、やっぱそれだけ盛り上がりはあったと思いますので、そのサポーターに向けて恩返しを最後勝ってしてほしいと思います。で、レジェンドのラストゲーム、ね、ホームラストダンスということでございまして、まあ、池本選手ですね、言わずもがなですけども、まあ、池本選手に関してはこの後ちょっと動画にしようと思います。まあ、池本選手の動画というよりも、まあニュース動画として、まあ、この後、上げようと思います。今日本当上げようと思うんですけども、まあ、本当ね、ニューウェーブ北九州、ね、ニューウェーブ北九州時代からですよ。僕はね、ギラバンズ北九州って名前が決まった時に別にニューウェーブでもいいんじゃないかって正直思ったぐらい、ね、ニューウェーブ北九州って言葉には馴染みのある、まあ、僕も人間でございます。でそこから本当ね、本当酸いも甘いも経験した男池本ね、本当ね、あんまり喋るとこの後動画で喋ることなくなってしまうんですけども、それでも話しておくと、やっぱり昨今、ね、J リーグっていうのはいろんな遺跡の活性化とか、まあ、J3 が新しくできたということでございまして、本当遺跡が活性化していますね。本当引退間近の選手が最後の2年もう一回もう一花ということで J3 でカテゴリーを落としてプレーしたりとかっていうのは、まあ、あるので、結構こうやっぱりね、バンディエラ要は中村健吾のようなチーム一筋とかそういう選手はまあ少なくなってきてます。で池本選手の場合も、まあ、ちょっと途中移籍は挟んでいるんですけれども、まあ、現在というかもう本当間違いなく、北九州の、ね、歴史に名を残す、本当レジェンド思いますね。本当ずっと、ね、北九州のチームにいてくれたね、本当途中ちょっと移籍してしまったんですけども、その時もね、まあ、本当チームとしては心よく送り出してくれましたし、で池本選手帰ってきてからももちろん活躍してくれました。そういうことでいうと本当で、ね、今 J リーグ、まあ、海外もそうと思うんですけども、レジェンドとしてチームを去る選手、引退する選手って減ってきているんですよね。でさっきも言いました、それはやっぱ移籍の活性化とかカテゴリーを落としてでもプレーをしたいっていう選手が多いので、こんだけやっぱレジェンドとして引退できる、それはやっぱりね、池本選手も、幸せなことと思いますし、サポーターもね、そういう選手がチームにいるっていうことは幸せなことと僕は、思いますので、まあ、そう考えると本当レジェンドのホームラストダンスでホーム最終戦、まあ、これで勝たないわけにいかないんだろうということでございまして、本当、ね、僕は池本選手本当好きな選手でございます。間違いなく僕はニューウェーブ北九州時代の彼を好きでした。彼が、はい。で、まあ、そういうことで言うと本当ね、勝ってほしい、本当そういう意味でも勝ってほしいということで、本当ね、池本選手のためにっていうのはもちろんありますし、サポーターの最後ホームサポーターのためにということで、本当ね、おそらく出場機会はあると思いますので、そこで池本さあどうプレーを見せてくれるか、さあ最後ね、バンディエラレジェンドのこの活躍期待したいと思いますね。はい。まあ、ということで今回 J2 の、プレビューになりました。ちょっと僕が喋りながら早口だなって、なんかいつも以上に早口だなと思いましたけども、本当ね、最後ね、最終戦、リーグ最終戦に向けての、最後水曜日のゲームになりますので、いい形で迎えたと思いますね。はい。ということで以上、パラプンで J リーグサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。さよなら。